2011スクエアエニックス体験版レポート。さあということで司会を務めますエレコミック今立です。よろしくお願いします。そして、はい、週刊ファミ通のブンブンです。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、週刊ファミ通の佐賀です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそして今回、はい、取り扱うソフトですね、キングダムハーツです。おお、来ましたよ、キングダムハーツ。メジャーソフトじゃないですか。 3DS でございます。 3DS、 はい、正式タイトルですね、キングダムハーツドリームドロップディスタンスでございます。ドリームドロップディスタンス、はい、気づきました。ドリームドロップディスタンス、つまり 3D ですね。これは知ってたな、これ絶対これ3D ですね、これ知ってたな完全に。さあということで早速体験したいと思います、はい、もうタイトルにもう 3D ね、ドリームドロップディスタンス書いてありますね、はい、いいですね、いいですね。もうかなり遠いんで、あのこっちの出力の画面で見ます。なるほど、はい、分かりました。私妄想します。はい、これもう初代のとこですよね。そうですね、ずっとある街です ね懐かしいな。懐かしいですね。あ、プレイされたこと。ありましたよ。あ、そうだったんですね。はい。あ、この、これは、これはもう、キングダムハーツって感じですね。そうですね。来たぜっていうね。あ、近い。近いな。目の前でしたね。いいですね。いや、陸じゃないんですよ、これ。え？え？なんで言うんですか、そういうこと。すいません、呼ばれじゃねえか、呼ばれじゃねえか、ごめんなさい、ごめんなさい、人が勝ったのに失礼しました。で、これ分かる方は分かりない方も。あ、素晴らしき。お、そうです、この世界のキャッ、はい、主人公ネク君でございます、ね、あれ、あファンには嬉しいコラボレーションということで。あ、これが、はい、これは新要素です。なんか壁とか壁際とかポールとかそういうところで Y ボタンを押すとですね、かっちょいいアクションが楽しめる。ほう、ざっくり言うとそんな感じです。なるほど。でかっちょいいアクション中に A ボタンを押すと、なんかよりかっこいいアクションが出るとよりかっこよくて攻撃もできると、かっちょいい攻撃が出ると。はい、そうです、はい、その通りです。おい、じゃあちょっとかっちょいいとこ見せてください。あの、早速かっちょいいよくなってるんじゃないですかね。かっちょいいですね。かっちょいいですよ。かっちょいいですね。で壁ぐらいで Y を押して A ボタンを押して Y を押して、あ、誰もいなかった。いや、でもかっちょよかったで す, かっちょいいです、ね、そんな感じです。いけてますよ。いや、でもいい、綺麗ですね。綺麗、 3D やったからなんですけど。さあ、ということでやってきましたけども、はい、ちょっとここでね、佐賀さんのプレイ見たくないですか。あら、そうですね、ね、まあ結構知識詳しいみたいなんで、お、もうボス戦間近じゃないですか、はい、そうですね、ボス戦ですよ、やるな。あ、うまい。でもやっぱそんなことないです。ちょっと横を取ってから、あ、すげえ、裏ばっか取ってるよ、バック。いいポジションじゃないですか。うわうわうわ、なんだこれ、なんだこれ、うわ、ちょっと気絶しましたか、はい、これは相当いいですよ。そうですね、いいですね、はい、おお、からの、おお、たぶん、おお、おお、すごい、すげえ。もうラストゲージですか。じゃあやっぱこれでね、これで締めを、さらにさらにこれでとどめさせた。リアルリンクですよ。オーバーキルですか。やる気ですね、高ちゃんは。これ、いや、全力を持って相手するのが ね、はい、これ楽しいですね、これね。おお、かっこいい、自分で言っちゃった。さあということで、キングダムハーツ、はい、まあ、3D、ドリームドロップディスタンス、はい、やらせていただきましたけども、これなかなかもう体験版だけでもね、十分楽しめる作りになってますね。もうサクサクやっていいですね。そうですね、はい、テンポいいし、ということでございます。ました、ぜひと皆さん、遊んでいただきたいと思います、はい、はい。